ルカパチョーリはイタリアの数学者。近代会計学の父と呼ばれる。修道像でもあった。ルカパチョーリの肖像がヤコポでバルバリが、パチョーリ50歳の時で右前方の分厚い本がスムマだと推測されている。右奥にいるのはスムマ執筆を援助したクイドバルド。多面体はダビンチがデビナに描いた挿絵に同じ図形がある。 カポディモンテ美術館像中部イタリア、ゲントスカーナ州アレッツオ県のサンセポルクロに生まれ、ルネサンス期の経済発展の中で、若い頃から商業、会計と関連した数学を学んだ。少年時代には、ピエロ・デラ・フランチェスカに数学の指導を受けている。19歳の頃ベネツィアに転居、合商アントニオ・デ・ロンピアージ家に仕え、3人の子息の家庭教師を行い、 彼らのために、三数章を執筆したりして、成計を立てた。また、ローマのレオン・マッティスター・タアルベルティと信仰を持ち、数学、神学を学んだ。1470年に、数学の論考を発表し、1472年に、フランシスコ会の修道士、1475年に、ペルージャ大学の数学教師となる。1477年以降、ペルージャ大学、ザダル。 ナポリ大学、ローマ大学などで数学の講義、執筆を行った。1482年には博士の学位を習得し、1489年にサン・セポルクロに帰郷した。1494年、スムマと呼ばれる数学書を表した。この書で初めて複式簿記が学術的に説明されたことにより、パチョーリは簿記会計の父と呼ばれている。 ただし、パチョーリ自身が、複式母器の素でないことは言うまでもなく、これは、スムマの中でも述べている。1490年代後半には、ミラノのスゴルツアケをパトロンとし、レオナルド・ダ・ヴィンチと共に、幾何学的立体図形に関する研究を行った。マントバ滞在中の1497-1498年に、新聖比例論を表した。同書にある、 生多面体の挿絵は、レオナルドの原図によるものとされる。1500年、ピサ大学幾何学の教員となった。以降、ボローニャ大学、ペルージャ大学、ローマ大学で教弁を取った。1517年、サンセボルクロで死去した。現代は、ツンマでエリスメッティカ、ジオメトリア、プロポーシャナイ・プロポーシャナリタで、算術、幾何、幾および、比例全書あるいは、算術、 企化企および比例相乱などと訳される。公用語のラテン語ではなく、イタリア語で書かれ、第一部は、主として、算術代数、第二部は企化について論じている。本書の第一部第九編に、墓記論があり、ルネサンス当時のベネツィア商人が使用していた、ベネツィア式墓記が初めて学術的に説明されている。ここで、財産目録の作成、日記帳、仕分け帳、 あらゆる元帳、感情の取り扱い、さらには決算など簿記に関わる知識と理論が詳細に説明されている。パチョーリの業績に対しては、既存の知識を変纂したに過ぎないという批判もある。ものの、15世紀において、また21世紀の現代でも、既存値を体系化することは、一流の学術そのものである。簿記論の部分は、各国語に翻訳されて普及し、 複式母器の知識がヨーロッパ中に広まった。これらの点でパチョーリの功績が評価されている。また同書では賭博を例にとった問題が紹介されており、これは確率を数学的に取り上げた最初の文献であるとも言われている。現代はデディビーナ・プロポーシャン。第一部、神聖ピレーの公害は、生多面体について、プラトンをはじめ古今の学説を説明しており、 レオナルドの原図に基づく総画を含む。第2部はウィトルウィウスに基づく、建築論。第3部、3つの論文に分けられた書は、聖多面体を、幾何学的に論じている。第3部はバザーリによって、ピエロデッラ、フランチェスカの多面体に関する著作の表説とされて、以来、議論のある部分である。しかし、同書でパチョーリは死に当たるフランチェスカを高く、評価していることから、 偉大な画家兼数学者と数学者兼哲学者の共作という見方も提唱されている。1994年のスブマ出版500周年を記念し、ルカパ調理の大理石像が生誕地であるサンセポルクロのルカパ調理広場に混流された。その際に日本の学校法人である大原学園も携わり、台座には複式簿記の思想を称える大原簿記学校との 日本語が刻まれている。ありがとうございます。